こんばんは、渡辺水かです。動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。本日は2019年、もう1月21日、あ、なってますね。夜中の1時なんで、月曜日になっていますね。あの、今日は早く寝るつもりだったんですけれども、さっき、高橋さんのぐだぐだ動画、お風呂のぐだぐだ動画を聞いてて、で、あの、私が B 型だっていうことを話題にしてもいいですかって言われたんで、いいですよって言ったんですね。で、 あの、まあ、さっきあのようにな、あの、まあ、動画の配信がありましたけれども、もう私もね、どうしようかなっていろいろや、やっぱり、あの、なんていうのかな、不本意に人の気分を害したくないっていうのはありますし、あの、本当に高橋さんいつも私がね、いいようにって、なるべくあの、収益につながるようにっていう形でアドバイスをくださったりとか、あと他の方も応援してくださったり、 とか、あの、いいねをたくさん押してくださったり、そういうのがありがたいと思うがゆえに、やっぱりあの、ちょっと、もう本音言いたいけど、こい言ったらちょっと誤解を生じてしまったりとか、嫌な思いをさせちゃうかなと思って黙ってきた面もあったんですね。でも、まあ、あの、私の血液型が <laughs> B 型だということが公表されまして、 まあ、一匹おかみなんですよねっていうようなことも高須さんに言ったんですけども、まあ、その、まあ、B 型だからどうこうっていうこともないんだろうけれども、結構、まあ、私の父親が実は B 型なんですよ。で、その父親と私の性格がそっくりだっていうのはもう小さい時から言われてて、まあ、確かにそうだなって思います。 で、まあ、まさに、確かに性格は、かなり父親に、8割、9割ぐらい似てるかなっていうところで、まあ、父も真面目っちゃ真面目なんですよ。あの、正義感も強いですし、ただ、まあ、日本人的な、これはこうでなければならない的な、そういう考え方をしつけられるのが大嫌いで、そこも <laughs>、すごく似てるんですよね。だから、あの、例えば、まあ、あの、高度成長期時代のその企業に、 まあ、父は勤めて、大抵の日本人はその時代そうだったんですけれども、あの、社内でね、まあ、あの、社内でこう一丸となってね、あの、まあ、一つの方向に向かって、高度成長に向けて、この、まあ、ひた走ってた、そういう時代に働いてきた人間として、なんかまあ、社内で、その派、派閥派閥今、ないのかもしれないけれども、やっぱり当時は、その社内で派閥っていうものがあったらしく、でそういうものに対しても、父、 あの、あいつは俺をはめようとしたとかなんとかって言いながらなんかすごい派閥にはめられそうになった時に怒ったみたいなんですよね。<laughs> そういうふうに、なんかこう肩にはめられるのが嫌いっていうところもすごく似てるんですよ。だから私も、あの、まあ好きな人に対してはね、あの、例えば私が高さに自分から メ,メールというかメッセージを送って、あの、英語のことで協力させていただけることはありませんかって言ったのも別に、まあ私がいい人だから、そういうこと、献身的だからそういうことをしたんじゃなくて、私は私の、あの、やりたいことをやったっていうだけの話なんですよね。でも、高須さんにしてみたら、ああ、この人は自分が、あの、英語が苦手だって言ったら、その、まあ、 助けてくれたっていうか、まあそういうふうに感じられたのかなとも思うんですけれども、まあ、あの、そういうふうにねな、何かできることありませんかって言われたら、それは誰だって、ああ、この人いい人だなって思いますよね。ただ私はあの、万人に対していい人ではないです。それは当たり前ですよ。だって、嫌な人にね、いい人である必要もないし、そんな、あの、義務も何もないですし、だから私はあの、誰に対しても同じように優しくしたり、尽くしたりっていうのはしていないはずです。 んだと思います。だから、あの、この人にこんな反応されて意外だったっていうんでね、なんか、まあそう思われてる方もいらっしゃると思うんですよ。で、まあ、これもちょっと黙ってたんですけども、あの、たった一回のメールでね、私が思うように話を聞いてくれると思った方もいたみたいで,で、私は、あの、話を聞かなかったんですよ、その方の。ちょっとあなたの言ってることは、あの、その中身はどんなにいい話でも、 私にはいい結果になって出るとは思えないから話は聞けないと返事をしたらちょっと逆切れされましてね <laughs>。でもまあ私にしてみれば、いきなり見ず知らずの人が自分の庭に来て、 あの、あんたが植えてるひまわりの花がおかしいから、朝顔植えないよって言われてんのと同じで、でも私は今朝顔に興味ないから、ひまわり植えてんだよって言いたいところなんですよ。でもそれを、あの、朝顔だって綺麗なんだからね、なんか花を見てみるだけでも見ればいいのに、それを見ないなんてあなたって,っていう人はなんか、あのなんて人なんだってこう責められてるのと一緒っていうか、まあそういうようなこともあったりしますね。で、まあ情報発信してれば色々、 誤解されたりとか、この人嫌だなって思う人もいたりとか、まあそれはしょうがないかなっていうか情報発信者の宿命かなとも思うんですけども、私でもあのぶっちゃけもう SEO とかどうでもよくて、だからまあ一定の人たちから嫌いだとしてもそれももうしょうがないと思ってて、んかまあ別に誰のこと言うことでも何でもはいはい聞くわけじゃありませんよっていうのも本当のところなんですよ。で、 あの、ま、意外と思うかもしれないけれども、私、あの、優しいって言われるの本当に嫌で、まあ、この際だからもう本音言っちゃいますけども、いや、自分ってなんかおかしいのかなと思ったんですよね。その優しいって言われるのが嫌だっていうのがなんかおかしいのかなと思ったら、あの、ずっと前テレビ見てたら外国人の女性が何人か出てきて、 で、あの、まあ、日本語だったら優しいねって言われると褒め言葉になるけれども、なんか外国人が、まあ、英語で言うとカインドなんですけど、you are kind って言われて嬉しいかっていう質問をされて、外国人、外国の女性たちがなんか嫌だって言う、 てたんですよね。なんか特に異性からそういうことを言われるのがまあ嫌だと。で、なんかこの舐められてるような気分になる。バカにされてるような気分になるから、言アわ、カインでみたいなことは言われたくないって言った人たちが何人かいて、あ、どちらかといえば私そっちの感覚に近いなっていうふうに思ったんですね。で、ついでなんでせっかくなんかこのページ見つけたんでちょっと、 えっと、下の方に行くと、まあ、B 型ってでも中国人に多いらしいんですけど、ここではなんかインドとか、まあ、イン、インド人はね、B 型多いみたいですね。あっちの方なんで、イラン、パキスタン、インドに多い。で、マイペース、好奇心押せ、プレッシャーに強い。まあ、プレッシャーに強いっていうのはちょっと違うかなと思うけど、秋っぽい。まあ、そういうところもありますね。あ結構気が短いですね、私。 でもあの好きになっちゃうとね結構気長に待てるんですよ。だからあの体の枝に関しては私は値段が140円だろうとう4うだろうとすごい気長に待てるというかあのまあとりあえずプロジェクトがうまくいってくれればいい。で、利益は後からついてくればいい。それは別にあの何年かかっても構わないと思っててあのだからダイダロスがどんなに開かなかろうは今回もあのダイダロスをアンインストールして またあの再インストールし直した時ももうね何日もかかりましたけど一度もねなんか遅いなとか下打ちしたりとかねしたこと一つもなかったんですよでも本当は私結構あの気が短いんで自分のパソコンには結構悪態ついてるんですよ遅いなとか使えないなとか言ってなんかこう下打ちしたりとかも したことあるんだけど、ダイダロスとかエイダに関しては一度もそういうことはないですね。一度も下打ちしたことないし、もうね、あの、ダイダロスが遅くてもね、頑張ってるんだね、いっぱいなんかデータが詰まってるんだね、頑張れ頑張れって言って、なんからまあ好きなものに対してはそうなんですよ。でもそうじゃないものに対してはもうどうでもいいっていうかもうさっさと動けよみたいな、<laughs> なんかそういう <laughs>、やっぱりね、自己中心的なんですね。あの、父からも言われてましたもん、お前ほどね、自己中心的でバカな人間はこの世にいないって、週に一回以上は言われたの。 でどちらかでは私そっちの言葉に慣れちゃってるんでそれも問題かもしれないですけどあんまりなんかいい人扱いとかされるとも,うものすごいめっちゃ違和感なんですよでそれよりかなんかあのまあむしろ私という人間を通してあなたに対していい人であってほしいだけなんじゃないのとでそういうふうにしとけば私がまあ,あ,なたあなたの都合がいい人間として 動くっていうか、そういう風なスタンスを作りたいんじゃないのって思ってしまうところがあって、すごくなんか、だからちょっと、あ、まのじゃくですよね、うん。ちょっとね、へそ曲がりなところがあるんですわ、そういうところが。で、なんか、まあ、こんな風にあの、B 型の特徴とか書いてありますけども、まあ、全部は全部当たってるわけでもないんでしょうけれども、ちょっとま、この辺は当たってるかな、みたいな、オタク気質な面を持っており、好きなことは、 とことんハマってしまうことが多いです。だから、あの、ジム通いなんかも、もう15年ぐらいハマっててね、もう誰が何と言おうともう筋肉一筋みたいな、なんかそういう <laughs> ところもあったりして、だから、あの、男性からも、まあ違う意味で、あの、 何、モテるっていうか、どういうふうにモテたかっていうと、あの、まあ、男性が声かけてくるから何かなと思ったら、師匠って呼んでいいですかって言うわけですよ。だからそれもあの、可愛いから声かけてるんじゃなくて、その筋肉が女性にしてはこう筋肉がすごいから、それであの、どうやってその筋肉をつけたんだみたいな。 感じなんでしょうかね。なんかそう、<laughs> あの、そうじゃなかったら師匠って呼んでいいですかなんて言われるわけもないわけで。まあ、そのくらいハマっていたんですよね。一曲集中でそのことにハマるので、他がおろそかになることも多いので注意しましょう。でも注意しましょうって言われたって、どうでもいいことはいいんだからしょうがないんですよ。人のペースに合わせることが苦手。これも、私は一年と持たないですね。人のペースに、まあ仕方なく合わせたとしても一年と持たないです。で、結構いきなり、 パシッと切っちゃいますね。もう耐えきれないんで。でもこれでもね、あの、まあ、人を傷つけたくないっていう気持ちはあるんですよ。あるんだけど、やっぱり耐えられないものは耐えられないんで、まあ、パシッと切っちゃいますね。もう、あの、一瞬、一瞬なんですよ。だからちょっと、ね、相手は面食らうみたいですね。で、え、時間を守ることはほぼありませんし、これはないですよ。やっぱり他人の、あの、自分の時間が大事な、だと思うんだったら、相手の時間も大事に、 しないといけないんで、あの、時間厳守っていうのは私は昔から有名でしたね。<laughs> ここは全然当たってないけれども、それがきっかけで怒られたとしても直すこと、あ、それ、まあ、ダメですよ。時間はちゃんと守らないとって。ここはちょっと違いますけれども。だから、うん、でも、結構なんか、うん、あの、こう、イライラしてる時に話しかけると、とかうとここはちょっと当たってるかもしれない。だから、そういうことで、あの、まあ、さっきも言ったんですけど、本当はね、SEO とかぶっちゃけどうでもよくて、あの、 だから自分がその SEO とか気にしないがために本当は100万円稼げたのが、まあ例えば10万円しか稼げなかったとしても、でも私はあの好きなようにやった結果、楽しくやった結果の10万円だったら、あのそれでも収益生んでるわけですからね、好きなようにやって10万円ってそれでなってありがたいじゃないですか。というふうに思っているんですね。だからまあ嫌なこと我慢してとか、いろいろ他の余計なこと考えて100万円、 っていうより、まあそのね、お金は魅力的ですけれども、でもやっぱり好きなようにやった結果、あの10万円って私はそれでもね、すごく嬉しいんですよ。で、今回、あの、まあ CM がつくようになったことに関しても、最初はね、まあ、1年間、あの、 翻訳とか、こういう、まあ、情報発信してきて、で、1日目についた収益が77セントだったんですね。0.77ドルって書いてあって、私はその数字でもね、あの、1ドルに満たないその数字でもすごく嬉しかったんですね。なんかゼロじゃなくて、ロじゃない数字になったっていうことがすごく嬉しくて、でもこれもどれもそれも、やっぱり私の情報発信を聞いてくださっているリスナーさんたちの おかげであるし、応援してくださった方たちのおかげだし、まあ、何よりね、高橋さんが私のことを宣伝してくださったっていうことがものすごく大きいのであの、ゼロからそのゼロじゃない数字になったっていうことは、とてもとても感謝しています。それは感謝しています。でも、まあ、それと、あの、まあ、自分の気持ちをちょっと曲げてでも SEO に合わせるとか、みんなに こう、いい顔をするとか、それはもう全く別の話で、そこはあの B 型なんで許してくださいってい感じで、<laughs> まあもうバレちゃったんで、こういう性格が。だから、まあもうちょっとあのぶっちゃけとこうかなっていう感じで、あの好きなことを喋らせていただきました。なんか、あの、まあこんなね、つまらない話も、最後まで聞いてくださった方がいい、方がいらっしゃるんでしたら、あの、感謝します。えー あちょっとなんか疲れてきちゃいました <laughs>、えー。そうですね。もう、あの、月曜日から仕事なんで、この辺にしておきますけれども、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。